ます。今日はね、今日は5月18日の月曜日12時ですね。止まってましてね、ずっと止まってました。土曜日から止まってました。土曜日の朝から。でようやく今から大宮のトラステを出発したいと思います。長かったな。よし、行こうか。ようやく重い腰をね、上げたいと思います。まあ積み込みはまたね、夕方からなんですが、とりあえず積み込み地の近くまで行っといてね、ちょっと近くに美味しい市場のね、スーパー、市場の中にね、スーパーがあるんですよ。そこ行ってちょっと美味しいもの買って、昼ご飯ね、昼ご飯まだ食べてませんので、昼ご飯買って、でもう一回寝ようかな。寝れるかな。散々寝ましたね。散々寝ましたんでね、行こうかな。そろそろ行こう。うだうだ言ってないで行こう。よし、行こう。よし、さあ行こうかな。増えるどころか減っとるからね。残念なことに。もう大宮のトラックステーションはね、もうすごいお世話になってますよ。ここがなかったらもうすごい困るから、まあね、一応ね、会社の寮があるんですけどね、ほんまは。ちょっと今ね、この新型ウイルスの関係でちょっとね、行ってません今。何人か、2人3人で泊まることになるんで、やっぱりね、それで両方ともコロナにかかったってなったらね、もう仕事も回りませんからね。まあ大丈夫なんやけどね、結局大丈夫やと思うんやけど、新型コロナでね、あれなんですよ、シャレにならへんから、3人かかったら。お昼時なんでね、交通量も少ないですね。それも、ね、昼に動こうかなと思ったところなんですけど、やっぱね、金曜日にね、大阪出てきてね、週末関東で泊まりなんですけど、やっぱりね、ちょっとね、遊びに行きたいっすね。ちょっとね、遊びに行きたいんやけど、やっぱなかなかね、この思わぬところでね、そういう病原菌じゃないか、なんでしょうね、ウイルスの
題が。私もね、約43年ね、43年生きておりますが、もうこういうね、こういう風になったのはもう初めてですね。ほんま、もう43年生きてる中でね、もう一番の、景気悪くなるって感じでね、もうあのピンチの、世の中のピンチ、世界のピンチみたいな感じでね、ほんまこういう事態になっちゃってね、ほんま、まあね、まだ仕事があるだけね、いいですけど、仕事があるだけね、ええですけどね。でもね、ここ最近やっとね、マシになってきてるんですね。感染者数とか減っていってね、大阪とかも結構あれですかね、そういう、コロナにね、コロナのウイルスにかかっている人もまあ少ないみたいで、だいぶ減ってきたみたいでね、やっとお店の方も結構再開されてきておるみたいなんでね、今週末ぐらいにね、なんとかちょっとね、遊びに行きたい、もうね、ちょっとね、ずーっと行ってませんのでね、ちょっとさすがにね、ちょっとね、仕事ばっかりじゃなく、息抜きも必要かなと、ね、やっぱりね、電車とかも乗ってね、ちょっといろいろ発掘していきたいんですけどね、いろいろこっちの方で、YouTube やってますのでね、いろいろ行ってみたい、いろんなところに行ってね、遊びたいなみたいな、美味しいもん食べたいなみたいな感じでね、もううまいもん食うぐらいしかないもんな、ほんまもうだからね、うまいもんばっかりをね、もう食べ過ぎる傾向がどうしてもあるんで、だからまあちょっと美味しいものを少量、まあ、昨日焼肉でね、かなり一人焼肉宴会行ってきてね、そんな言えるあれでもないやけど、立場でもないやけど、まあまあね、結構かなり食うちゃってね、昨日も、ここね、ずっと行ったらね、国道16号の方に出れるんですよ、国道16号のね、西大宮バイパスやったかな、西大宮バイパスなのか大宮西バイパスなのか、多分西大宮バイパスやったと思うんだけどね、まあ大宮といえばね、結構ね、なんか住みたい街でもね、結構人気のあるところらしいですよ、関東では。テレビで見ただけの情報ですが、まあ、住みやすい街なんですかね、大宮もね、便利なんでしょうね、まあ、埼玉県と言うたら大宮っていうなんかイメージ的にね、大阪の人間でね、全く大してよく知りませんが埼玉県といったら大宮とかのイメージが、都会のイメージがありますけど、どうなんでしょうか、よく分かりませんが、まあ、多分大宮あたりが有名なんでしょうね、大宮の駅前とかね、なんか新幹線が通るんかな、まあよく知りませんがよく知らないですよね、にわか情報で申し訳ないですけどね埼玉県っていうのはね、ほんまね、関西から
の荷物がすごくね多い地域ですね。もう今までねずっとこういう、ね、雑貨関係の仕事とかよく、ね、ずっと今までもやってきてますが、やっぱ埼玉県は荷物多いね。まあ多い、多分どこの会社も多いんでしょうか、ちょっと分かりませんが、ね、埼玉県とかね多いね、やっぱ工場とかが多いかな、茨城県とか栃木県とか多いかな、ね、でああいう宅配系はやっぱり東京とかかな、東京とかが多いかな、宅配系はね、宅急便とか、ああいう小口のものは東京が多いかな、まあ、そういうイメージですね。で企業系の荷物言ったらちょっとその関東から郊外の方に行く感じの、が多いような気がしますが、これ山田うどんですね、行きつけの山田うどんです。行きつけの山田うどん、はい、今日はもうちょっと、まあ、山田もね、山田もよう行ってますんで、もうねそんなしょっちゅうしょっちゅう飽きますんでね、山田うどん今日はね、今日はスルーしときますわ、とりあえずね、でこれで16号ですね、国道16号、国道16号西大宮バイパス、何川でしょうか、淀川でしょうか、そんなわけあるかですね、淀川は大阪か、これは何川、大和川じゃなく、ボケはええと、これはね何川、利根川、何川知りません、何川でしょう、もう川言うたら淀川と大和川しか出てこんな、川ですね、利根川っていうのかな、なんていうかな、これ何でしょうか、アマゾン川とか、ね、あの川のでかい川、でかい川アマゾン川とかなんか社会で習ったような気がしますが、あ、荒川でした、荒川って書いてある、荒川区の荒川かな、東京の荒川、利根川、荒川、よう分からん、もうこっちの方が分からん、アマゾン川ではない、それだけは間違いなくアマゾン川ではない、ですわ、まあね、のんびりのんびり、余裕のある時こそねのんびりで、もうね荷物積んだらかっ飛ばす傾向があるんで、私もね、もうパッと行ってね、パッと行ってね、もう終わらさんとね、ほんま、でもね、手とか、あのね足はね、トラックの足はまあまあね、そこそこね全開で行くんやけど、手が遅い、腰が痛い、ほんま遅い、手が遅い、行動が遅い、痩せんとあかんな、ほんま、もうあれやもんね、荷物下ろす時もな、痛いみたいな感じで、痛い言うて下ろしとるから、まあ、遅いわね、そら、もう腰やらんようにね、膝をしっかり曲げてね、膝から持ち上げるみたいなやり方やらんとね、もう、まあ、すぐ腰痛なってね、もうこんな仕事できませんから、こんな仕事言ったらあかん、あかんから、ほんまあかんから、こんな仕事言ったらあかん、
バレットばっかり、バレットでボーン、ボーンみたいなね、バレットでボーン、ボーンみたいなね、ああいう仕事しとったら、ああいう仕事、ええんやけど、ああいう仕事しとったら、ほんまね、もう、その、いざバラとかやった時、もすごくしんどいよね、すごくしんどい。もう生クラになっとるからね、もう完全に。気持ちも生クラになっててね。気持ちも生クラで、もう根性も生クラで、ほんま。なんか変なとこに車止まっとるけど、これは何や、事故か。何やあれ。なんかやばいとこに止まっとる。わあ、あれなんか故障かなんかかな。やばいとこ止まっとんな。乗用車右からまくっていきよんなんだから、乗用車右から。やばいとこ止まっとんな、これ。故障かな、ガスケツかな。故障っぽかったけどね。やばいとこで止まったな、あれは。大品種ね。まあね、ああいう目にはない、なかなか痛くないよね。お前もう大品種やからね、国道16号やから ね、交通量すごい多いから、やっぱり国道16号なんてね、まあ、国道16号もね、いろいろね、マクドとかね、あるんですけどね、大型トラックでマクドにドライブスルーするわけにもいかんからね、屋根破壊していくから、大型トラックでドライブスルーとかできたらええのにな、まずないわな。これオートマなんで楽やな、これ。オートマは楽ですわ、ほんま。故障もね、とりあえずせえへんでね。このオートマは故障が怖いから。今116万ですね、116万3000。あのね、ほんでね、これね、ソーリンエアザスなんですよね。前もエアザスなんですよ、前のあのタイヤのとこね、タイヤのとこっていうか、そのどないだいかな、まあ何しかエアザスなんですよ。 前輪のとこもエアザスなんですよ。だいたいね、だいたい後ろの軸のとこと、あのもう一個、あのケツのとこが、まあ4つエアのね、あのちょうちん、エアのちょうちんね、エアサスのちょうちんがねついてるのかな。こんなやつが、これは前にもついてるから、乗り心地はもうすごくいい。トラック自体はね、ちょっと古いんですが、まあ今年で多分ね、10年までならんのかな、10年ぐらいかな、10年目ぐらいかな、おそらくね、今年で10年目か9年目かは、まあ、ちょっとよく知らんけど、まあ、何しかね、トラックはちょっと古いんですが、乗り心地はいい、乗り心地はいい。肉の慢性ね、ちょっと行ってみたいんやけどね、トラック止められへんからな。総輪の層が違いますって言ってね、えらいバカにされましたけどね、総輪の層がね、なんか、
双葉の双になっとく、双輪二つでね、双輪はあのなんかあの双ってあの糸辺にハムの心かな、え、そうそう、双輪やつですかね。えらいバカにされましたね、うん、ほんまね、たまには間違うわいみたいな、アホかって、人の揚げ足取るようなことをすな言うてね、逆に怒ったったんですよね。逆に怒ったったっていうかね、まあ、あの心の中でね、心の中で怒った、私は心の中で怒ってましたよ、まあ、人の揚げ足を取るような、ちょっと間違えただけよ、うん、ちょっと GO ちょっと間違えただけでね、もうそうやってねコメントでね、叩く暇人どもがおるわけやね、ほんま、暇かって、ね、バカ野郎。昨日はでもね暑かったんやけど、今日はやっぱね曇ってて、ちょっと雨降り、ちょっとねパラパラっと雨降ってる関係で涼しいな。今日は22度。昨日ね、昨日寝とったんですけどね、夕方の4時か5時ぐらいね、日がね、西日がバーッと当たってね、多分西日だと思うんだけどね、西日がバーッと当たってね、35度なっとったね、めっちゃ暑かったな、昨日。東京はちょっと、もうゼロとか言ってるから、多分もう今週の末ぐらいにあの解除されると思うで、その
今夏でも暑なってね、だいぶ減ってきとるもんね。いやただな、だから店が開いてへんかったら食べに行ってもあれやんか。ああ、はいはい、はい、だから開いてる店探さんとあかんで、多分それはあるで。やっぱまだちょっと閉まってる店はあるよ。でもやってるとこはやってるけど、はい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 、だからまあ開いてる店探して行ってもいいじゃん別に。これ声今聞こえてます？聞こえてるよ。あ、聞こえてるな。恐ろしいわ。もうちょっとカットしとってや。俺のこの一生懸命培ってきた YouTube でのこの好感度が地に落ちてまうやんか。もう好感度すごいから、もうすごいいい人になってるからね。まあ俺もうほとんど冗談でできてる男やからな。もう全部今の発言も全部冗談ですからね皆さん。大きな声で言うとこは。時間は大丈夫です。おろしは大丈夫なんですか？何荷おろしとか大丈夫なんですか？いやいや走ってるで今。ちょっと忙しいですか？忙しい。今日あとまだ2回走らなかった。ああ、もうちょっと忙しいなって、ちょっと復活してきた感じですね。じゃあまあどうやろう。まあ暇は暇やで、あの酔い済みは今日もひょっとしたらないかもしれんし。ああ。もういや、ほんま引っ越し先の仕事しか言ってくれへんから知らんねん。はいはいはい。ちょっとしたらまあ明日和歌山駅とか住んでるかもしれんし、夕方なら分かれへんね。はいはいはい。今日どっち？関東の。今日は関東で。で住んで帰ってくるんでな。住んで帰ってきて。ちゃんと昨日抜いた？あ、抜きました抜きました。いや逆に年いっても元気な人もおるじゃないですか。そうかな。うん、なんかどう。いやだって60超えても風俗行く人とかもおるよ。ああ、そうやな。おるよ、おるおる。